朝日新聞はどんなことを言ったのか、川柳と称してもですね、これはやりすぎだろうという疑惑あった人が国葬、そんな国利用され迷惑してる民主主義、死してなお税金使う延べ送り、延べ送りってのはお葬式のことですから、国葬のことですね、これ国葬のことを揶揄してる。忖度はどこまで続く、あの世まで、国葬って国がおしまいになるっていうことか、動機聞きゃテロじゃなかったらしいです、ああ怖い、こうして歴史は作られると。これね、どれ一つ読んでみてもですね、まあ私から見たらですね、あ、なかなか世の中を皮肉っていて面白いなっていう内容になってないですね。しかもですね、いつもの段階だったらまたそれのことまたこうなんか矮小化して言ってるんでしょうというふうに思いますけど、教団に倒れた直後にですね、川柳とこんなものを載せるね、神経というものがですね、私には理解できない。朝日新聞、まあ今ですね、非常に、読者がね、高齢化して、います。ですから、あと20年ぐらいすると本当に潰れるんじゃないかというふうな気までするんですけれどもね。その問題についてはまた後日、詳しく論じますが、こんなことをですね、平気でね、載せてしまう、この神経、ちょっとね、日本人のね、神経からはかけ離れてるだろうというふうに私には思わずにはいられないわけであります。これはね、やっぱおかしいですよ。普通に考えてみてね。こんなね、ことをする人がいたら、普通ですね、日本人だったらですね、いや、いくらなんでもね、この時期にそういうことをするのはね、やめとかなきゃっていうふうにね、止めなきゃいけないのに、まあね、そういう川柳が送られてきて、どれだけ誰から送られてきたのか知りませんけれどもね。で、それを選んでね、わざわざね、載せる。いや、いくらなんでも朝日新聞だって、これは載せられないよ、という、もう良識が働いてないっていうことですよね。この新聞社は。